今回はキャンピングカーカバーを交換する動画です2013年にキャンピングカーを購入してから青空駐車をしていたのですがプラスチック類が劣化してきたので2019年からキャンピングカーカバーをかけることにしましたこのカバーは防水ですが通気性がある蒸れにくい素材で作られていますまたある程度の光は透過するようでカバーをかけていても内側はそこまで暗くありません 3年が経過した2022年、負荷がかかる角の部分に穴が開いてしまったため、新しいカバーに交換することにしました。カバー自体も屋根側が汚れてきていたため、交換時期として適切だったと考えられます。このキャンピングカーのサイズは7.6メートルですので、前回は7.5メートルから8メートル対応のサイズを購入したのですが、ちょっとあまり気味でした。 余ったカバーが地面に設置していると湿気が抜けないので、余剰部分をまくり、通気性を高めていました。7メートルから7.5メートルの方がフィットするような気もするのですが、大は小を兼ねるという意味で、今回も同じサイズを注文しました。カバーはモデルチェンジしており、途中にファスナーが追加されていました。今まではカバーをかけている状態だと、下からカバーをめくり、 潜り込むように入る必要がありましたが今回からはファスナーを開くことで簡単に入ることができるようになり大変便利になりましたカバーは屋根に登って着脱するのですが慣れてくるとそこまで大変ではありませんたためる幅まで折りたたんだあとはくるくると巻いて屋根から下ろします届いた直後はとてもコンパクトにたたまれているのですがこのサイズまで小さくたたむのは難しく 慣れてきててききも、およそ2倍の大きさにはなってしまいまいす。カバーではなく屋根を作った方が良いのですがルーフエアコンのメンテナンスなど屋根の上での作業ができるようにするためにはかなりの高さの屋根が必要でまた出庫時は左側ギリギリで出ていくため柱の取り回しが難しいこともあり現状はカバーで様子を見ているところですご視聴ありがとうございました